敗、2両者リングアウト、3つの時間切れ引き分けで馬場選手が圧勝ですね。山田さん、そうですね、非常にあの対レース戦ではいい成績を残してますね。そうですね、はい、まあ、この過去の数字からではこの格闘技というのはなかなか占えないんですけれども、そうです、数字を比較しますと馬場と鶴田の差がここではっきりと分かるんですがね、はい、特にですね、ハリーレースにとって世界中の中のレスラーの中でも、ジャイアント馬場というのは大変に苦手なタイプなんでしょうね、はい、さあ今度はガッチリと再びサイドをスッよっとサイドのヘッドロック、しかしバックドロップで切って返しました。今のはねちょっと浅いような感じですね。 そうですか、あまりダメージないでしょう、はい、しかし後頭部を打たれています。今度は2位ドロップを落としてまいります。王者ハリーレース、なんといっても技の組み立て、試合の駆け引きはもうベテラン中のベテラン、過去6度世界最高峰 NWA の世界ヘビー級のベルトを巻いた男、まさにこの守るという点についてはハリーレース本当にしたたかですからね、はい、ですから今日もね鶴田君の実力というものを十分に認めてますから、はい、あの決して無謀に、大殺人魚を出してくるようなことはしないですね、今のところ出しているのはいわゆる痛め技で、はい、一角を崩そうという、そういう心理作戦ですね。フィニッシュホールドではありませんね、はい、違います、はい、さあ場外乱戦だ。ここでどういうような展開になりますか。王者ハリーレースがジャンボ鶴田を場外に落として、ここでパイルドライバー、しかしこれをうまく返しました。パイルドライバーを切り返しましてリングの中に早めに戻ろうとする黒いタイツ、チャレンジャーのジャンボ鶴田、シングルのベルトはありません。インターナショナルヘビー級のベルト、ブルーズアブドディからタイトル出しなりません。もう本当に剣が峰に立たされました。もうジャンボ鶴田の代名詞と言われております、ユナイテッドナショナルヘビー級のベルトは今この男、実力者ハーリーレースのものです。なんとかして今日取り戻さなくては、この後のスケジュールから言いまして年を越してしまいます。欲しいところですね、山さんね。そうですね、これはやはりね、まあ本当に大げさでなく、はい、日本中のねファンの期待が込められてますけどね、ショルダータックル、さあ相手のチャンスを伺いますが、バックを取る王者ハリーレース、回転エビ固めローリング。